ましたバンド1040s の演奏です。 So today's the last event 1040s play。 Thank you.
ありがとうございます。ちょっと前が聞いてますけど、頑張っていきます。ここでですね、素晴らしい歌声の舞さんにちょっと上位をしていただいて、再び舞さんでーす。イエーイ。はい。楽しいですね。楽しく。実はリハ2回させていただいて、もう本当に生の舞さんをいろいろ研究をさせていただいて楽しかったです。やらしいよ、やらしいよ。なんかさっきもそんな話ありました、それではフライミットザムーンをですね、ご一緒にさせていただきたいと思います。
大森カイロですね、一番輸出の鍵を握っていると言われている平川和子、続いて本当は平川和子のボスなんですけど逆に使われている国際部の大倉です。実は去年までですね、センターでドラムを叩いていた三岡さん、実は去年の、7月にですね急に亡くなられて、でグッドを考えてですね斉藤克美、本業は機械設計、そして、電気技術、今はグローバルプロジェクト、今社関係の仕事をずっとやってます。本業は電気関係のエンジニアです。笠井健二、それではですね、ここで先ほど乾杯のご挨拶をいただいた久米さんにちょっと上位をしていただいて、舞さんとデュエットすいません、この場で言うことは大変後悔しております。先ほどのスピーチは全くノープレッシャーでしたけど、今すごいプレッシャーでお酒飲みすぎてかなり酔っ払ってますけど、いや、いつものことじゃないですか。いつもの雰囲気であれば、私がこの場所にいるのはもう久米さんのおかげですから、そして塩野義仙さんとのお仕事の帰りにこういうパーティーをあったんですけど、舞ちゃんもなんか飲んでって言われた時に、私はすいません明日も本番なんでって初め断ったんですけども、でも楽しい雰囲気を久米さんが作ってくださったから、ついつい一杯だけいいですかって言ってしまって、もう最終的にもう3杯4杯5杯ってなってしまって、でもう今はたまにこう一緒に歌ったりもしてるんで、まさか今日は生演奏でめちゃくちゃ酒飲んですか。ハードル上げないです。はい、こんな感じで今日は本当に嬉しいです。久米さんありがとうございます。どうもすいません。I'm not the one who's running out of time.
ベッドの中から魚になるみたいな大人の歌すごい、今聴いたらすごい歌だなと思ってよくわかりませんシガミツルって言うんですけど、通称ミックシガを呼びたいと思います。ミックシガあ、ごめん、海外事務だそうです。もう皆さんプロみたいですね。見たいとプロとは違うんですよ。デスペラードはですね、実はマイさんがメインで、シガがサブでやりますので、よろしくお願いします。Desperado, why don't you come to yourself? You've been out riding the fences so long now. Oh, you heard what I know that you're the reason. You seem that I'm preaching you. We hurt you.
スト、なみなみです。本名なみえって言います。ご存知かもしれませんが、アフトパックさんの、専務さんです。曲は、あ、すいません曲はさっきはリバーサイドホテルデスパラード、デスパラードでいいんだよね、デスペラード、すいません、それから今度はホテルカリフォルニアイーグルスを、ホテル芝居、ホテル芝居、はい、Thank you.
ちゃん一回お休みをいただいてですね、イエーイ、ありがとうございます。男だけで、ホンキートンウーマン、わかります。
ーンズのヒットアップウェマンという曲でした。ありがとうございます。パーカッションはですね、ストレス解消にはすごくいいなということをちょっと最近思い始めて、それとあの実はあのうちのメインの工場のですね改装、リニューアルをちょっと去年したんですけど、その時に会社の中に実は音楽スタジオを作っちゃいました。防音設備を作ってですね、実はあのうちには5バンド6バンドぐらいバンドがあって、実はあのこの7月来週再来週の土曜日に、サマーライブをやろうということで、企画してます。まあみんなあの塩野さんの話じゃないですけど、やっぱり音楽っていうのはすごく、まあ、実はこのバンドをですね5回から6回練習して、まあ一応こういう形みんなでこう作っていく、練習してそれぞれがやっていく、まあこれはあの変な言い方すると会社と同じで、やっぱり一人じゃ何もできないんで、いろいろこう作っていこうというのがすごくいいのかなと思って、やっております。別にあのそんなことのためにやってない、単純に楽しいんですけど、まああの、最後の曲になります。スタンバイミーを。リハーサルで使わせていただきたいよ。
営業本部の水巻と申します。よろしくお願いいたします。副本部長です。今日はですね、レセプションの、大盛りのパーティーに、皆さんご参加いただきまして誠にありがとうございます。大盛り会のですね、59期が始まりまして、6月からですねスタートいたしまして、これからですねまた一層飛躍していきたいと思います。で皆さんもですね幸せと、お祈りいたしましてここで中締めとさせていただきます。大森の社員ちょっと前よろしくお願いします。はい、で恒例のですね3本で、締めさせていただきたいと思いますんで皆さんお手を拝借いたします。はい、どんな前ですか。はい、それでは今年をですね景気よく行くために、一発行かさせていただきますんで皆さん、お手を拝借よー